マドリード・チャマルティン鉄道駅は、スペイン・マドリードの市内北部、チャマルティン区にある鉄道駅である。マドリードから、イベリア半島北西部のサラマンカイルン方面へ向かう、次の3本の幹線の起点となっている。また、マドリード周辺の連絡線を経由して北東部へ向かう列車、エストレージャや東茶駅まで続く市内を南北に、従管するトンネルを経由して南方へ向かう列車。 タルゴもある。エレベーター、駐車場、案内所、カフェテリアが設置されており、地下鉄やバスとも接続している。駅番号は17000、管理区分は UNS タシオンである。北緯40度28分21秒、整形3度40分54秒、北緯40.47250度整形3.68167度。 40.47250-3.68167に位置する。チャマルティン駅の起源は、マドリードブルゴス間の新線建設により北本線の所要時間を短縮することと合わせて、アトーチャ駅とこの路線を新線によって直接接続するという第二共和制時代の公共事業大臣インダレシオプリエトの計画にまで遡る。すでに1933年より、 1> 第1期工事が開始されたが、スペイン内戦によって、チャマルティン・ブルゴス間の新線建設は頓挫した。地下鉄チャマルティン駅1967年、チャマルティン駅はついに共用が開始された。この開業とともに、マドリード・ブルゴス直通線、アトーチャ・チャマルティン間地下線、同線の途中駅、レコレトス駅、ヌエボス・ミニステリオス駅、マドリード・サラゴサ線のコスラーだと、 マドリードイルン線のラスマタスを結ぶ連絡線が開業し、内線によって麻痺した鉄道を再生するプロジェクトは完成した。これによって第二共和制時代からの構想であるマドリード北部を取り囲むように連絡する路線が完成した。チャマルティン駅の開業に伴って北駅の旅客は徐々に減少し、最終的に北駅からの長距離列車の発着はなくなった。 旅客の急増は一番線に並行して建てられた小さな暫定駅舎の容量不足を招き、新しい本駅舎の早期建設を余儀なくされた。現在の駅舎は1970年から1975年にかけて建築家、アロンソ、コラレス、モレスント技術者、ラファエル・オラクイアがによって設計された。広い商業区画を持ち、現在でも余裕がある。しかしながら、 その大きさは10年間の間にスペインの鉄道に適合しなくなってしまっていた。1980年代には鉄道も安定化プロセスが開始された。そこでは多くの路線が廃止され多くの列車が廃止された。しかしチャマルティニ駅はマドリードで最大の鉄道駅となった。そこには輝きさえあった。アベニューの走ることになる。 マドリードセビリア高速鉄道線の開業に向けた駅改修工事により1986年にアトーチャ駅は閉鎖され、再び北駅を発着することになったガリシア方面への列車を除くすべての中、長距離列車がチャマルティン駅を発着するようになり、マドリードの中央駅となった。しかし、1992年に工事が終わり、新しくプエルタでアトーチャ駅が開業すると、 チャマルティン駅はその役割を奪われ、2番目の駅となった。そして、高速鉄道計画に含まれることなく、新線が開業するにつれて、長距離旅客をアトーチャ駅に奪われた。しかし、2004年からチャマルティン駅は再びスペインの鉄道の表舞台に帰り咲く、変化の過程にあった。その最初の現れは2007年12月23日の、 マドリード・バリアドリッド高速鉄道線の開業と乗り入れであった。この開業に伴い、高速鉄道用の国際標準機の線路を備えたホームが整備され、さらに古いリンフのイメージを一新し、アディフの企業イメージに適合した駅となった。2007年夏には、プエルタデルソルを経由して、アトーチャ駅を結ぶ新しいトンネルの開業に伴い南方面の 経路の一部をそちらへ接続する工事が行われた。この2本目の路線は2008年7月9日に営業を開始した。2011年9月にはセルカニアスのマドリード・バラハス空港第4ターミナルへの乗り入れが開始されている。以下は入札の公式発表はないもののプロジェクトに上がっている。また、マドリード大都市圏の交通結節点としてふさわしい駅となる。 要、地下鉄駅においては、将来の新路線を想定した空間が確保されている。10.11番線チャマルティン駅には、東から西に数えて21本の発着線がある。これらは主に以下のように利用されている。当面の間、16番線 -21 番線が、標準機となっている。しかし、15番線も、標準機への改め機が考慮されている。 2007年12月23日にマドリード・バリアドリッド高速鉄道線が開業したことにより発着列車に変化が生じ高速鉄道の列車が発着するようになったチャマルティン駅はチャマルティン地区のチャマルティン鉄道駅地下に位置するマドリード地下鉄の駅1号線と10号線が乗り入れている2007年より広いコンコースを持つ4階層構造となっている さらに11号線が乗り入れる計画になっている。10号線のホームは1982年6月10日に98号線の開業に伴いそのホームとして使用が開始された。その状態が1998年1月8日まで続き、その後2004年から2006年にかけては変化があり、2007年3月30日金曜日に1号線のホームが共用開始された。 コンコースは改札口の先で、それぞれのホームに行くための線路下を通る地下道につながっており、他方では鉄道駅の入り口と繁華街へもつながっている。エレベーター、駐車場、案内所がある。映像に属している。ありがとうございます。